こんにちは。今日の戦いにはハンザン、ザンギエフ、タイサキメシ、ダルシム、ダルシム感情的な試合が始まりからオン終わりまで続く中、今回はハシーザンの霊強さを見守りながら鳥飯の遠距離攻撃スタイルに対抗する方法性を探ります。素晴らしい瞬間、ここで鳥飯は正確な瞬間にテレポートをな、あてすぐに素晴らしい連続キーを繰り出すかのように未来を予測しているように見えます。そしてここで坂山は体力場がほぼなくなり、相手にダメージを与えていない状態でした。相手かマーチで朝食の動きでチャンスを迫つけ攻撃を繰り出し試合の流れを変えます。まさに壮観な瞬間です。どうもありがとうございます。さあ試合開始です。実況は私平岩です。よろしくお願いします。どんな戦いが見られるのか非常に楽しみであるな。体力差はそこまで開いていないのでまだまだ分かりません。どのまま行くか。しっかり対空しています。動きは見えています。いいよいいよ。さあコンボはしっかり決めて、お互い引く気はありません。攻撃の手を緩めません。もうちょっと。さあ飛び道具で牽制します。ここからどう逆転を狙うか。さあどこから。ここで勝負を決めました。良い決着だった。やや一方的とも見えるラウンドでしたが、これを受けてどうでしょうか。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。スクリューパイルドライバー決めていきます。プレイヤーは体力的には優勢です。良い状況ではあるね。プレイヤーは壁のプレッシャーをうまく使っていきたい。さあここからだ。ドライブゲージがなくなった。ここまでなのか。ヨガファイヤー。プレイヤーはドライブゲージが使えません。しのぎ切れるか。いやどうだ。ヨガファイヤーを打っていく。この世界の人たちは当たり前のように飛び道具を飛ばすんだな。ここでバーンアウト。さあここで SA 選択、一気に畳みかける。見事だ。ここは出し惜しみなし、 SA レベル3の大ダメージを叩き込んでいきます。最後までわからないぞ。次の展開はどうだ。ここで KO となった。さあファーストラウンドが始まります。注目していきましょう。非常に興味深い試合、見届けさせてもらうぞ。プレイヤー2、若干体力的に優勢となっています。良い状況ではあるね。遠距離でも攻撃を緩めないとね。長い技にジャンプが噛み合うリスクがある。技振りが難しい距離となっています。攻めるきっかけを探ります。これはどうした。これは届かない。コマンド投げを狙っていたか。いや惜しかったね。投げていきます。出方を見つつ、目に見えない駆け引きがあるんだろうね。間合いを測ってここから。もうちょっと。ここはターゲットコンボを選択。コマンド投げ、圧をかけていきます。さあどうだ。スクリューパイルドライバー決めていきます。プレイヤーはドライブゲージがなくなった。もっと我が輩を楽しませるのだ。お互いワンコンボ圏内、二人とも限界と見える。コンボをしっかり決めて KO。 やるではないか。このラウンドはなんとかギリギリのところで粘りましたね。次が肝心だ。気を引き締めていくのだ。さあ重要なラウンドを見ていきましょう。自分を信じて戦い抜くのだ。両者序盤の主導権を握りたいか。いやこのラウンドはどうなるんだろう。何が起きるか。目に見えない駆け引きがあるんだろうね。次はどう出る。さあこの差し合いの場合どう出るか。技が交錯。これはでかいのが入ったか。ここで追い詰められた。どうなる。どうした、いけるだろう。さあターゲットコンボからジャンプは通さず。いいぞその調子だ。どう崩していくか。お互い様子見が続きます。読み合いが巡っていく。ここは攻めたいところだが、しかしそれは相手も頭上から行く。さあ逆転もスーパーアーツにゲージを使いました。フィニッシュまでお見事。良い決着だった。さあ次でファイナルラウンド、勝負が決まります。最後まで諦めるな。後ろに下がっての開幕、警戒しているか。ヨガフロートを見せる。ラッシュしてパリーから
投げを誘っているようにも見えますが、プレイヤーはバーンアウト目前。あっとこれは掴めず。今のは気にするな、次だ。テレポート、この飛びは見えている。見事だ。この距離で仕掛けるか、ヨガアーチ。そしてプレイヤー1バーンアウト状態。ドライブ、ドライブラッシュ。プレイヤー2、これは SA 選択。攻めていった。変形で使った渾身のヨガマースです。伸縮自体はその体でぶつかっていく。気を抜くでないぞ。ここは出方を伺うか。ヨガファイヤーできっかけを作る。ヨガコメット牽制していく。インパクトを狙っている。 KO。 覚悟されよ。ダルシム、インドの修行僧でヨガの大人な、人々の導きチョビとなり、無宿の悩みや苦しみの声に迎えている。無益な後乗いは好まないが、悪事を許せない性格ゆえに、タモイのカバでは厳しさも見せる。 Hate the name。 人を探つけるとき Like is 瞑想 Fight 170 10 6 Wait 48 kilos。見てくれてありがとう。